こんばんばは、今回は1日たったの5回やるだけでドライバーが飛ぶようになる練習ドリルをご紹介していきたいと思いますちょっと前の動画で飛ばし屋の足裏の動かし方とかですね過去にもたくさん飛ばすためのドリルなどいろいろ配信してますけど今回はかなり短い時間で飛距離が伸びていくという練習ドリルなんですけどこれからご紹介するドリルを練習前とか例えばほんと飛ばしたい時直前に 5回ぐらい動かすと非常に足の使い方が良くなって地面を蹴る力が増えて地面反力ともよく言いますけどねそういうものが増大して飛距離がぐんと伸びていく練習ドリル簡単ですのでぜひね飛距離にお悩みの方はこのドリルやっていただきたいんですけどまず手を後ろでこう組んでいいですもう手をとにかく無視する今回はもう腕を除いた前面まあ特に下半身ですけどね そちらの動かし方なんですけどご自身のバックスイングやってくださいそしてトップが完成したかしないかぐらいの時にグーッと踏んでほしいこのドリルこっから蹴るっていうドリルなんですけど踏む踏んで蹴りながら頭が後ろに戻るこれだけのドリルバックスイングして踏んで蹴る バックスイングして、踏んで蹴る。これはですねただ地面を蹴って球を飛ばすっていうだけではない地面をこう押してる時っていうのは実は左の方が自然とグッとこっちに入ってる時なんですよ踏もうと思うと左の方がこっちに入れた方が踏んで蹴る体勢が整うのでこういうバックスイングしたりまあこういうバックスイングしてない限りある程度普通のバックスイングをしていって だとしたら、こう踏むときに、グッとこれが、ちょびっとこっちに入ってくると思うんですよね。そうすることで、また燃点が生まれて、蹴る力になる。ということなので、最初は、1、2、3、っていう感じで5回やっていただいて、こっちから見ても、1、踏んで蹴る。2、左の土まず蹴って3。 いいいう感じでで5回やってたただきたいでこれができたら、まあ、ちょっと中級者以上になるとこれに手をつけてほしいんですねでも手をつけると手に意識がいってこっちに意識が行くのがちょっと薄れちゃうんですよねですから最初はこっちの方が感覚を使いますそして慣れてきたら今度は第2段階でグリップをして今と同じ動き、トップを作って踏んで蹴るって時に振るっていう感じねうんパンです、ね まああの、長島茂雄さんみたいな、効果音的に言うと、グーパーンって感じですね。入って、グーパーンって、こういう感じのイメージを、手を作っても、グーパーンって感じ。こういう感じ。で、これができたら、実際にクラブを持って、今の感じで、うんパーンってく感じで、普通に打っていただきたいですけど、こ注意点があって、全体がこうってもいっちゃうまじですからね。やはり、 バックスイングで上半身は右側にありたいので、こうじゃなくて、こうです。ちょっと違う微妙ですけど、わかりますかね。わかんない場合は、もう一回手を後ろに組んで、こうじゃないです。こうです。頭はあんまり倒れないようにしながら、マックスでここに踏む。踏んだものを蹴る。これがビハインドボールになるということなので、手をつけても、こういう感じをやると、そもそも、 スイングのテンポが変わります。テンポが変わるっていうのは、トップで踏むぞー、踏むぞっていう意識が働くので、トップで止まってる時間がちょっと長くなるんですよね。だから、間ができるっていうことも一つプラス材料としてあるので、打ちすぎとかにならずに間ができるというところにもつながりますので、このベンドリルを5回、蹴る感じ、蹴る感じでやっていただいて、最後ドライバーを打つと、 それっぽいスイングになっていきますので是非ねこれをやっていただきたいと思いますそれでは僕もね今ちょっとこの踏む感じあるのでこれでね実際この実際打ってみたいと思うんですけどよく質問があってあの打った後にこの左足がこうやってずれるのはどういう原理なんですかみたいなコメントでご質問いただくことがあるんですけどこれにもつながっていてやっぱ蹴るから蹴るから 動くので、まあ、特にドラコン選手とかやっぱりほとんどの人が左足が打った後動くんですけどそれはやっぱり自分が蹴ってるっていうところで大きな飛距離を生み出していることになるので実際にそのイメージで打ってみますね。そうするとこの辺まで動くわけですよ。決して動かそうと思って動いてるわけじゃありませんけど結果的に動蹴ろうと思うとえ動いてしまうんですね。 是非ねこういう感じで今度ドリル蹴る踏んで蹴るここになんか体重計があるとしたら踏み込んで振り切ってバヨーンって感じです多分形よりもそういうイメージ雰囲気だった方がこれはうまくいくと思うので地面を踏んで蹴る踏んで蹴るこの辺までおいていいです で実際のところは特にドラゴン選手とか本当に飛ぶ選手ですけどもう踏んで蹴ってインパクトの時きは、まあ、僕も結構そうなんですけどもう左足っていうのは正直、地面からもう離れてるぐらいジャンプしてるんですよ。かといってもう頭が浮き上がるほとジャンプじゃなくて頭を耐えながら足だけジャンプしてるようなこんな感じなんですよね。まあ、バーバ選手ととかかもそうでですすよねですから意外と ベタってくっつきながらインパクトしてるわけじゃなくてもうこれぐらいのつもりで打ってる選手が結構いるのでそれぐらい踏んで蹴ってるっていう認識を今回ね知っていただいてこのドリルでまあそんな思いっきり激しくやることないですけど踏んで蹴る蹴った時には頭ちょっと戻るぐらいそんでこれ浮くぐらいのイメージでその代わり1回踏むってことです踏んで離す。 それではまたいろんな動画を配信していきたいと思う。それでチャンネル登録とグッドボタンですね。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。